めっちゃ顔むくみまくっててやばい。顔むくみまんだ。おはようございます。みりんが朝の7時半をお知らせします。ごめんなさい、1分ぐらい遅れちゃったんですけど、ちょっとショールームが立ち上がらなくってバタバタしておりました。こっちの目あれかも、なんかやばいか、調子悪そう。失礼しました。出発タイムです。ということでですね、今日の朝ごはんは、じゃん、
昨日いただいたので、で夜食べなかったの。そう、なんか本番前にお昼ご飯食べちゃって、そうなので、やばい、ヘアアイロンない、くなった、昨日のとこに忘れてる説。ショールームしてるかな。旅館に忘れちゃった。誰か持ってないかな。
ちゃんが貸してくれます。皆さん。これからも皆さん、おいちゃんのことを菩薩と唱え続けましょう。眉毛な、眉毛ないわ私。え、なんかこんなに眉毛なかったっけ。え、こんなに眉毛なかったっけ私。光で飛んでるのか、ここ。眉毛描くの超下手くそなんだよ。さらに眉毛おかしい人になっちゃった。分かった、先に髪の毛をやって前髪を下ろしたらいい。あ、15分経過しました。
にいい感じかな。サラサラになった気がする。ちょっと前とこ、今日天気いいのかな。今日東京は天気いいですか。どう、そうでもなかった。全然、うわぁ、やだなぁ、自分でやるのやだなぁ、本当に。今日髪結ぼっかなぁ。曇り今日、そうなんだ。本当にやだなぁ、本当にやだなぁ。副病院行きたい。本当にやだなぁ、どうしよう、結ぼっかなぁ。あ、やだなぁ。お湯入れます。あ、そうだ、ちょっとこれ一番先に抜いとく派です。エビちゃんたちを、メイクブラシ。すごい、みんな知らなかったりして、知ってますよーで、知ってますよーで、いっぱい食べてるよー。
ちっちゃい子からすると、私のちっちゃい時もそうなんだけど、なんかシールついてるの普通になんか嬉しい、普通にシールとして使ってた。それではオープン。私はちなみに、お、あ、めっちゃいい感じ。やりすぎたかな。あの3分待ちたくない人なので、はい、めっちゃ美味しそう。3分経っちゃったかな。昨日の日清パワーステーションライブのでいただいた日清のカップヌードルです。それでは行きたいと、食べたいと思います。いただきます。最高。温まる。おいしい。
調子はいいんだけど、なんか髪の調子が良くなくて、やだな。美容院に行きたい。私たちはすぐそばにいる。私さ、汁飲んじゃうんだよね、全部。こんな、こんなに時間のない朝なの。さっきまで使っていたブラシが消えた。なんでそんなに神様も私にいたずらするの。ドアできた眉毛。
がめっちゃ温まって、暑いですとても。うわ、なんかもう適当だ、メイク最悪。顔もくんでるんで、ぜひ誰もスクショしないでくださいと言っても、する人はするんだろうだが、届く人に届いたらいいな。最悪、めっちゃくんでる。自分だけの宝物にしときます。優しい、優しい世界だ。優しい世界だ。うにゃうにゃ言ってくれてる、ありがとうみんな。うにゃうにゃ、
だ本当にこのこれはなんだ。すっごい眉毛してんな。わかんないよ。では私はそろそろいいと思います。ちなみにこのパジャマ、じゃん、くまちゃんです。これお話し会で着ます。4月の19日のお話し会で、間違えた、18日のお話し会で着ます。受付中。
私があった自分で踏んでた。下に着てた。いや、さっきのはパジャマだから普通に着替えたよ。別にそこまでの早着替えだとは思わなかったです。それでは今日も長い長い一日が始まります。みんなもまたどこかで会いましょう。13位サッカーボーイさん、ありがとうございます。12位ハルミンさん、滝の行く神吉、ありがとうございます。11位ガンバレットさん、ありがとうございます。10位アカットプスさん、ありがとうございます。キーコーラさん、おはよう、今日も朝から可愛いですよ、ありがとうございます。八王子松元気さん、千代香のゆみこし、朝一ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう。7位妻のなずさん、ありがとうございます。6位三毛猫ファミリーさん、ミニコツコツ応援中、ありがとうございます。5位しおからさん、ありがとうございます。4位ストーンクロスさん、昨夜サンタクロースに改名されました。え、私サンタクロースってストーンクロースって言った気がする。まあありがとうございます。サイスランプくんさん、ゆみおはよう、今日もリリーチャージ完了、ありがとうございます。にけんさん、今日もゆみにとって一良い一日になりますように、ありがとうございます。そして第1がブルフなんでしょう、新車の配車発見、スピン綺麗です、ありがとう。へえ、いっぱい車、ありがとうございます。夢のサンタさん、ありがとうございます。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみ間違えた、今日も一日頑張り、ゆみ、それでは行ってきます、いってらっしゃい。